さ、ロマサガレスやっていきますということで、まあ、今話すことはね、まあ、動画を出す頃にはもう過去の話なんですが、今動画を出さなくてもう10本くらい動画が溜まっちゃってるんですけど、出してない動画がね。最近グランブルーファンタジーにちょっとハマってますリリースからやってて今更ハマってるっていうのもあれなんですけど、9周年にしてね、ようやく本気を出し始めまして、グランブルーファンタジーね。最近ちょっとグランブルーファンタジーがちょっとね、もう数年分のやること溜まってまして、装備の整理とかさ、情報の整理とかね、それを調べたりね、こうまとめたりしてるだけでちょっといっぱいいっぱいで、ね、グランブルーファンタジーでいっぱいいっぱいの状態なんで、動画をね出す時間がないですそんな感じです。今回はまあね、リアム第2章完結したのかな、ちょっとまだストーリー読んでないんですけど、完結したら読もうと思ってんですけど、最初からどうなんでしょう、完結したんですかね。まあでも今回のガチャを見る限りなんかもう完全に総集編って感じですよね。まあ相変わらずね、アーニャとかも最近出たばっかのイメージありますけどね、リアムもね、相変わらず同じキャラばっか出すなっていう感じで。リアムは何なんですかね、まあストーリー読んでないからわかんないですけど、イラスト見る限りはなんかエンディングみたいな感じの衣装ですけどね。ドット絵もなんか普通の並走みたいな感じで、まあ普通かな。3点アーニャ、アーニャなんか旅に出るみたいな感じの格好に見えますけどね。コニアーニャいいですね、かっこいいですね。4点ダリアスもなんだろう、ちょっと旅に出る感じだね。3点キャンディーのドット絵はなんかいつもよりいい気がする、いつもと変わらないけど、いつもよりなんか角度とかがいい気がするね。4点イラスト、これ確か最初のリアム描いた人だよね、この人うまいよね。4点アーニャ、まあ、女キャラだとなんかこの人率高いっすよね。聖王とかさ。顔以外はね、自分すごく好きなんですけど、顔だけがね、ちょっとどうしても受け入れがたくて。3点。ダリアさんはまあまあ、3点。まあ、基本的に2点1点はね、めったにつけないですからね。キャンディーいいな。キャンディーいいですね。いや、これキャンディー単体だけだったら5点なんですけどね。ちょっと背景がもうちょっと頑張れたんじゃないかなっていうところですね。4点。まあ、性能はね、まあ、アーニャとリアムだけは軽く見ました。リアムはあれですよね、なんか新しいなんか、まあ、追撃の最新スタイルって感じですよね。もうリアムもなんかだいぶ長いこと使ってないですからね、自分こうなので。昔は 100% 入れてましたけどね。アーニャもね、評価高かったんでちょっと見たんですけど、まあ、なんかすげえ火力が高そうな、ね、このユニベールエクラっていうのがね、やばそうっすね。ただ、アーニャに関してはね、初期スタイルのね、強化解除があれ本当に優秀なんで、優秀っていうか唯一無二なんでね。それを継承させて使う分には、やっぱ、ね、強いメインスタイル、スノースタイルがいないとって感じですよね。しかも初期スタイルのさ、全員の BP プラス1って結構あれ邪魔で、オート周回してる時はずれるんですよね。まあでもやっぱ自分はリアム1点狙いかな。まあ正直、気持ち的にはこの自分ラゼム引けてないんで、ラゼムを引きに行きたいんですけどね。まあでもね、まあここは素直にね、リアム狙っていこうと思います。さあ、行きましょう。1.5 周年から課金しなくなったロマサガアレスのガチャルールは、マックス30連でね、何かしらのフェスキャラが出たらもうそこで終わりっていうルールなんで、もうね、守っていこうと思います。まあ、今年ね、ちょっとロマサガアレスね、ガチャ運沈んでるんで。これはね、いつも通り10連目はパークシです。さあ、20連目いきます。お、マジか、2体走りなのに、確定変質じゃなかったです。ただまあ、確率はね、まあ、30% くらいは出る確率あるね。おっしゃ。やった、一番狙いのリアムゲットです。リアムの最新スタイル、自分1個前のリアム引けてないんで、ちょっと今のところ最近ね使ってなかったリアムが、今回の最新スタイルが引けたことにより一気にリアム最前線に来たかもしれないですね。うん、いいでしょう。20連で撤退ですね。まあ、できればアーニャを抑えておきたかったですけど。まあ別にアーニャはね、自分の中でも強化解除っていうのしかないんで。強化解除イコール自分は手動なんで。
そうなってくると、あの、主導の時のね、アーリアの全員 BP プラス1もなかなか優秀なんでね。まあ、あれでいいかなって感じっすよね。まして、アーニャ以外で強化解除できるのは確かハーディーだと思うんですけど。ハーディー違ったっけ？ハーディーっすね。まあ、ハーディーかアーニャってとこっすよね。他に強化解除持ってるやついましたっけ？基本的にいつもあの自分、性能見ないんで。今、ちなみにダリアスね。まだ SSR 一体も持ってない。まあ、そんな感じで。見事ね、個人的レアも1点狙いだったんですが、引けてよかったですね。もしワンチャン次のガチャが微妙だったら、ラゼムガチャやるかもしれないですね。マックス30連ルール1回もうラゼムガチャやっちゃってるんで、次のターゲットは自分はあの、50連ですね。まあ、最大で50連しかやらないんで、この秘伝の初羽根、これがあるんで、まあそんな感じで、もし次のガチャの内容が微妙だったら、もう20連で、ね、ラゼムガチャでラゼムね、引きに狙いに行くかもしれないですね。もう20連だけ、次のガチャスルーしてね。まあそんな感じで、まあ、ちょっとね、次のガチャをね、様子見ようかなと思います。まあ、ちょっとこの動画を出す頃にはもう次のガチャ来てそうですけど。そんな感じで。どうもありがとうございました。